この遺跡においてはシルクロードが記録としてて残されております。シルクロードという言葉ではないのですがイラン方面へ行く道さらにはサマルカンドへ行く道があったということが記録をされているわけであります。弥生時代の日本の諸地域とローマを結ぶシルクロードの東西幹線は中央アジアではこの図で青の線で示したようにダブシア城の中においては貴族地区と商城地区の間を通り 東はサマルカンド西はブハワラという、えー、都市に達したと思われます。